ジョーカーが踏ん張ってる間に頼む。了解、サーチライトは任しとけ。俺たちはハンティングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。この手で行く。ペルソナ食らえ。敵が集まってきたな。やっちゃえ、ジョーカー。食らえ。撃ち抜け。招待。アルセール食らえ。続いて、はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表現し、次に札幌中央市議会議員3名、次有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退。
続いて民放の看板キャスター、な、そして最後何かおかしいかね、長谷川警部補。いや、すみませんこれらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか。誰かが人の心を操作してるとでも。先ほどの事件はあくまで一例で、全国的に類似事件が多発している状況です。やはり心の怪盗団。静粛に。ありがとうございます。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件、心の怪盗団による怪心事件の疑いがあると。の、うん、しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。私が諸君に求めることは、一つは本件を立件するのに、二つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。容疑者は怪盗団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。怪盗団ね。うちの電車に乗るのも。もうすぐ四賢者役。久しぶりにあいつらとの再会だな。ああ、なんてったって怪盗団全員が集まるんだからな。なあなあ、驚いたか会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。にゃっはー。外は暑くなったか？マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前が届けなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前ら憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろ。
だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。ご挨拶だな。あん、つもろい話もあるんだ。そろそろ店開けるからよ。ずっお前の部屋だ。はいよ。その代わり、後で店手伝え。よし、じゃあ全員アジトに集合。この間の期末も赤で3つ取っちまう。危うく補習でご覧なく。まったく。話を戻すが、旅行なら京都がいい。寺社仏閣を回り、ひたすらスケッチに勤しむ。一月あればどれだけの芸術。てかさ、旅ばばばばばば。より食い気か。それって。キャンプに。あい。テレビでも特集さ。面白そうじゃねえか。はじめまして、エマです。あの、みたいだな。みんなとおすすめ
せっかく集まったんだし、今日は…あ、特に。おう、却下で。すみません、マスター。カレーまで。つけておこう。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。おはよう。おう。やれやれ。さてと。
なんか今変なって、お前その格好。お前もだ。見てみろよ。わ、マジか。え、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい、冗談だろ。あ、あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい。どうなってんだよ。考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。くそ、やりゃいいんだろ、やり。誰に言ってんだ。切り込み隊長なめんなよ。その息がスカル、我が輩たちもやるぞ。奪え、撃ち抜く、来い、奪え。盾ごとぶっ飛ばしてやるぜ。いただいていく。撃ち抜く。行くぞ。いただいていく。お前の力。この服になるだけじゃなくて、普通にペルソナも使えんのな。奪え。シャドウはうじゃうじゃ嫌がるし、なんなんだよここ。無感覚。てい、ここはまさか。来い、いただいていく。行くぞ。増援か。このままだと消耗が激しいな。
回る。スカル、シャキッとしろ。また増えやがった。これじゃキリがないな。ここは。逃げるぞ二人とも。敵が少ないの。我が輩にも分からん。モニターに映った。くそ、とにかくやべえことに変わりね。
何この子たち。は、賊を捕まえたのですが、願いが奪えずそのまま願いが奪え。やめろって。つまんない。いいよ。